いや、左右に広いからな、上下に動かれると厄介だったね。でさ、もう今の起きないってことだよね。悔しいのなんかな、ウォートサーバーなくなったから。あれを倒した時どうなったかがもうわからない。だからまあそれも込みで話は進んでいくんだな。さあ次は？何が起きるのか。これもさ、最初ビビるじゃん。なんかほら、これもアングラフィッシュの時にあった、ヴァンパイアというかその吸血鬼がなんか檻に閉じ込められてるように見えてたんだよね。それかと思ったら違ったのか。3階。なんか、いるね、人がね。あ、ヘリ、え？え、ちょ。え、この仕事から解放されるのか、俺は。急にヘリ。まあ、だから何っていう感じだな。なんかいたよ、なんかいたよ。あ、何あれ、右上の 雷。いや、わかんねえ、なんか起きて、なんか起きてるよ。いや、もう逃げた方がいいんじゃない？ちょ、ちょ、そうな、仕事熱心だな、俺。さっきのオオトカゲはいいんですか？檻に帰ったからいいんですか？あ、2になった。まあそう、好きだったのかな、トカゲが入った。ヘリは動かず。3階。あ、でも入れたよね。今揺れたよ。あ、揺れてる。来てる、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。入ってくるとしたらそこ？揺れてる、揺れてる、揺れてる。え、待って待って、巨大な怪物が、あのトカゲの親かなんかが、あの子を取り返しに来た？終わってない、それ。これを取り返しに来たんじゃないの？多分。あ、ほら、ほら、め、め。静まりたまえ。あー、いてるー。あー。ビルの大量ゲージ。ああ、見れない。だ、あ、え、だから屋上行ってさ、
あの子を返すんじゃないの？うわー。そんなことやってる場合じゃないだろ、お前。うわ、通れんだっけ。わかんないよね。いやー、知らん、知らん。どこで火がついたのかわからない。あのヘリの音してる。あの子を連れて逃げちゃったらダメよ。お？違う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 、それ、うん、俺は逃げていいのこれ。え、助けるの？そうだろ？嘘だろ？無理だよそんなの。ゲームのシステムを見誤った。燃えてた人はどうなった？うわー、ダメか。二人くっついてる。あ、は、すごいよ声。え、じゃあ地下にもいたんじゃないの？声しないから。多分地下。あと二人。唐突にそんな指令が下されるとは思わなかった。いねえかな。地下には。いるね。右か？右だな。あと一人。
3階にいるのかな。尻尾やべ。声でわかるかな、いるいないが。いなさそう。唐突に脱出ゲーになると思わなかった。できんの？うわー、いる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 。あー、ほらほら逃げるんだ。大脱出。あっ、そんな都合よく脱出できるわけねえだろ。そんな感じでね、DLC でね、新しいそのシナリオをどんどん追加していくみたいなことをやるっていう話なのね。もし何かいいの思いついたら、送ってみるか。さあ、そんな感じで、結構なボリュームになりそう。本番出たら、本物が出たら。一応、四半期とか書いてあったかな。だから今年の末まで行かずに、まあ後半に、出るんじゃないかと思うんだけど、いや、すげえ好きな感じなんで、これは遊ぶつもりです。なわけで、セキュリティホリブルナイツ、いいですね。製品版をまた待って楽しみに待ちたいと思います。なんか起きるかな、この後。あ、普通に落ちちゃうだけね。なわけで今回はここまでにして、製品版待ってます。それではまた。